私が元陸上自衛隊のちーちゃん、そして頭の上にいるのが孤独な私の心の支えである相方ピーちゃん、二人まして完品の戦闘帽です。完品でかき消さない帽子でどうもザッス、元陸上自衛隊東北方面隊第2特科軍一中隊小野寺です。よろしくお願いします。小野寺さん、はい、とんでもないところに降り立ってしまいました。現在地朝霞駐屯地、今から予備自衛官の中央訓練の総合訓練が行われるそうです。想定につきましては、災害派遣を要請された予備自衛官が救助作業に向かうというこの想定で今から訓練が行われるそうです。というわけで、その予備自衛官の皆さんの訓練状況を見に行きたいと思います。前進。左足。なるほど。今、班をこう編成して乗るという準備中ですね。準備中らしいです。はい。すごいよ、チヌークまで。あれ、なんか別な訓練かなんかで入ったんかなと思ったら乗るらしい。はい。あ、動き出しました。行きましょう。初動が今向かっております。長良市のもとに各分隊1名させてください。キラーマニュアルしたいかなと思うんですけど、パーフェクト多分一緒だと思うんですよ。この方たちをおそらく現状こちらの CP で掌握して各小隊に任務を付与して救出に行くと思われます。救護されてきた人をこちらに搬送するという形です。ありがとうございます。で、一旦搬送された方がこちらの救護所、重症の人はこちらの救護所に搬送という形みたいです。現在、救護所の開設がほぼ終了した状況です。医療従事者の皆さん、予備自衛官の方ですか。はい、一番看護師チーム、こちらが。薬剤師さん。もう現職でやっていたんでも。職業について、特技を生かして、このチームが発足されたわけです。なるほど。銃がみたいなのがありますけど、これ銃がではない。はい。単がそのまま乗ってて、ここで一旦見ると。こちらにはい。はい。後方搬送でちょっと上手に負えないような患者さんはヘリ搬送を後方支援していくので、こちらで状態を見て、そしてこちらが重症者。はい。これ何ですか、この機材はですね。これ自衛隊の装備としてあるんですかね。そうなんですか。普段の医療現場でも使っている。今から患者さんの受け入れの準備。こういう聴診器とか。向こうで見ていただいた患者さんをこちらで安定させるという。安定させる。これは資材を積み込んでいます。資材。救助資材ですね。はい。まだどこに行くかっていうのは示されてませんので、そうなんですね。目がかかった時に行けるための今の準備の状態です。ドローン飛ばす。ドローンが入っています。そしてこれ完品ザスかね。テプラで貼ってるから、あれ完品ちゃいます。あるもんね、舞台にね。あるんですか、もう装備として。昨日と同じ。えっ、うわっ、ああえこがらしく飛ぶんや。すごっ。わーこちょっと急ぎ目にアンビでお願いします。3人目の情報を最初に。3人目、安藤さん、男性。気をつけてください。男性。右足及び頭部の痛みを訴えている。右足及び頭部の痛みを訴えている。これでどうかお願いします。もうちょっと出しましょうか。安全な場所で。はい。警護員来ました。この方は。警護員の方来ました。この方どうされますか。これから交換来るんでちょっと一旦引いて。Do you broke your bone? Between the ears. Okay. I got you.状況なんですけれども、今、右足木と木の間に挟まってて、血の流れはそんなにひどくないですけれども、足が壁に木と木の間に挟まってスタックしてるので、脇でできる限り早く上げてほしいのと、あとスペースの真ん中あたりに挟まってるとおっしゃってるので、そのあたりを重点的に。分かるの、すごい。すごい。Hello, Frank. I'm going to knock the a roof and please tell me which side you are closer, okay? Right there? 叩いてみて、そこ、同じところ。 Here? Are you here? こんにちは。頑張ってください。もう大丈夫です。もう少しですよ。あ、バンドします。あ、その通り。すみません。英語で喋ってることが。What is happening here? What's your name? My name is Jason. Jason, okay. Yes. I'm looking for my friends. Can somebody help me?中の方が、海外の方なので英語が喋れる方が今対処してくれています。あ、血が出てきました。救助を求めていた。いいですか。ここで3名ほど置いて。小野寺さん、はい、とてつもなくチヌーク飛んでましたね。チヌークが目の前にたまたま着陸したのかと思ったら、はい、予備時のためでした。なんかこう民間のそれぞれのこの特技を持ってる人がこう集結してやってる本当なんつうのちょっと感動を覚える、はい、頼もしかったね、はい、英語のスペシャリスト、はい、ものすごい発音で喋ってて、はい、看護のさもうだって昨日まで病院にで働いてた人が今日来てるんです。そうです夜勤明けで来てるかもしれないそうかもしれない、はい、民間だからこその強さちょっと感じる訓練でありました。というわけで小野寺さん、今日はむちゃくちゃ貴重な体験ができました。ありがとうございました。今から予備自衛官なろうかなと思っている方、絶対に参加した方がいいです。ぜひ機会があったら志願してみてください。というわけで本日は特訓小野寺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日の訓練これにて終了。キャプテンケレイナオリ。紫の台およびオレンジの台に対し実施します。かざりちゃんが今津駐屯地以来手番よし欲しい。チッピーちゃんズの LINE スタンプ販売中。チャンネル登録よろしくね。よろしく。